市政館大学は、山口県萩市椿東浦電5 0 0に本部を置く、日本の私立大学である、1999年に設置された。正門も、ともとは、島根県増田市で、公設民営方式による4年生私立、大学設置計画が進み、1995年に、萩女子短期大学を経営する、学校法人萩学園と増田市の間に協定書が、 締結されたことに始まる。しかし、この計画に対して反対運動が起こり、増田市長選で反対派候補が当選したため、増田市はそれまで17億円を投入していたものの、大学設置は中止となった。萩学園はこの後1997年に、萩女子短期大学を4年生に改組し1999年、開学する構想を打ち出し、文部省に、 大学設置許可申請した。増田市で拒否された大学新設を萩市で行うことに疑問視する声も多かったが、ゴ藤理事長が北九州で経営する複数の高等学校から生徒を送り込むということで、萩市は改革を決定。公設民営大学であり、萩市議会は平成9年6月11日議案五53号の 議決で総事業費64億5600万円のうち40億円の補助を決定したが、そのうち20億円は山口県からの借り入れであった。1999年に国際情報学部を有する萩国際大学として開学。しかし、開学当初から入学者数が低迷。苦しい経営を打開するために2004年に陶芸文化コースやゴルフ文化コースなど、 他大学にはないコースを設けたり、2001年より中国などから留学生を積極的に誘致するなどした。しかし、当初から留学生が入国できない事態が起こり、さらに留学生に失踪や不法就労、旅券偽造、万引きなどの逮捕者が相次ぎ、広島入国管理局が中国人留学生127人に対し、 在留資格認定証明書を交付しないことを決定した。定員割れが続いたことから売却に積極的な姿勢に転じた近藤義行理事長は萩市側と対立し2003年に辞任。開校事業費の自らの持ち出し分の返還請求訴訟を学校法人に対して起こした。2003年の理事長選出をめぐっては野村萩市長が 地元商工会議所回答の就任要請をする際に経済的負担をかけないとする密約文書を交わしたことが2006年市民団体に告発されたが2008年山口地検は不起訴処分とした2004年元留学生の中国人が東京都武蔵野市で現金約4200万円強奪事件に関与したとして強盗致傷容疑で全国指名手配 2005年には、教職員の解雇や定員を3分の1にするなどして、経営の立て直しを図り、岩見空港ゴルフクラブ、玉川コースを買収したが、同年に約37億円の負債を抱えて、民事再生法の適用を申請した。4年生大学を設置する、学校法人としての民事再生法適用申請は、 東北文化学園大学についでに例目であるが、定員はあるが原因の申請は全国初であった。2005年度の1年時制は定員300人のところ22人のみだった。2006年度の1年時制はわずか3人と前年をさらに下回った。2007年度より民事再生計画に基づき福祉に重点を置いた学部、学科への再編を実施。 国際情報学部を廃止し、同時に日本福祉文化大学に会唱予定だったが、類似名称である日本福祉大学からの講義もあって、山口福祉文化大学に会唱となった。東京と広島にサテライト教室を開設し、留学生を受け入れる、等一連の再編の結果、2008年度の入学者数は例年を大きく上回り、2009年度には、 前身の萩国際大学開学以来初めて入学者が定員を上回った。しかしながら2005年から経営支援を行っていた塩見ホールディングスの筆頭株主であった株式会社 SFCG の急激な経営悪化も手伝い経営再建は順調にはいかず2012年4月に大口再建者が萩学園の破産手続き開始の申し立てを 行っていたことが判明し、その対抗措置として、同年6月、再び民事再生法の適用を申請した。なお、2013年時点で、萩市は借り入れした、大学開校事業費を、毎年1億円ずつ返済している。2012年5月時点では、萩市の本校に171人、東京都墨田区のサテライト教室に606人、 広島サテライト教室に43人の学生が在籍。このうち東京サテライト教室は606人のうち605人が留学生であり、中国人学生が9割を占めていた。不法就労の受け皿になるとして、入国管理局が調査したところ、2011年以降、長期欠席や授業料未納などを理由に110人の留学生が除籍され、 そのうち70人が帰国せず行方不明であった。同教室は文部科学省の定める校舎の要件を満たさないとして改善を指導された。2013年、学校法人小売山東都学園が支援から撤退し、学校法人菅原学園が支援を表明した。2014年、大学名を市政館大学、設置法人名を学校法人派に市政館に解消。 また留学生対策として大阪入国管理局の元局長を客員教授に招いている。2016年、前身の山口福祉文化大学時代の再建額27億880万円に対し6115万円を弁済する民事、再生手続きの集結が山口地裁にて決定する。奨学金の延滞率が高い大学ランキングで2017年、 延滞率13.9%、2018年、延滞率9.9%と2年連続全国1位となる。2019年、萩本校2年生3名が1年生へ、集団暴行事件を起こし障害容疑で逮捕される。また、2013年から2017年度の、死被害国人留学生の授業料減免への、補助金などが不当と会計検査院に指摘され、 補助金交付額6億1026万円のうち指摘された1億3793万円を返還することとなった。見学の精神として姿勢通天の心を持って人類の平和と豊かな社会に貢献できる人間の育成を掲げている。姿勢とは萩出身の幕末の思想家吉田松陰がザウの命とした言葉である。また教育目標として 人類の平和と豊かな社会の創造に貢献できる人間を育成する。芸術とスポーツを通じて人間教育と専門教育を行い、知、徳、体のバランスの取れた人間を育成する。ということを掲げている。萩国際大学時代には、維新学、陶芸文化、観光経営など、萩の地域性を活かしたコースが存在した。また、 ゴルフに関連する文化を専門的に学ぶコースを設置していたのは当時の日本の大学では萩国際大学のみであった。山口福祉文化大学への公明変更に伴い学部、学科が全面的に再編され社会福祉に重点を置く形に変更された。山口県萩市以外にも東京都豊島区にサテライト教室が設置されている。授業形態は 萩本校、東京のいずれかで行われる講義を衛星回線を使って他の教室に同時送信している。これにより目の前に講師がいなくとも異なる教室でも講義を受けることができる。また、学生はマイクを通じて講師に質問をするなどのやり取りをすることができる。山口福祉文化大学では講師がいない教室で講義を開講することをメディア授業と呼んでいた。 主な出展は、平成25年度事業報告書以上の他に、広島サテライト教室があったが、廃止された。東京サテライト教室、第2は、東京都台東区小ぶき2丁目13、快楽ビルディング小ぶき2階から2015年、移転したが、東京サテライト教室と2017年11月、統合され、現住所に移転となった。 学部2021年4月から2021年4月まで過去に設置していた領域、先行2011年度入学生まで受け入れていた領域、ありがとうございます。